はい、どうもタイガです、やっていきましょう、1770スタート、あと30頑張ります。よかったら最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。さあやっていきましょうか。お相手がアビゴレっすね。アビゴレ強いんで、メタドラ苦手なんですよ。アビゴレが正直苦手。吹き飛ばしても吹き飛ばしてる最中に地震打ちまくってダメージ受けちゃうんですよね。なんでゴレにはゾネスとかを引きたい。できればゾネスとかケルベを引いて、メタドラ最前線でゴレに合わせて重ねて倒せたらいいかなって感じかなと思います。あー、銃剣士がゾネスだったらゴーしたな。頼む、足来ないな。もう一回回すか。よろしくない。まあ、バルガが相手だったら一応ポックルを引けてるんですけど、相手剣士ずれてますね。銃剣士置きますよ。これよしますか。こればっかりはさすがに。間に合って、間に合わないかそれ。まあでも相手にも余分に結構打たせたと思うのでいいでしょう。そして来たのがそれか。結構減ってるんでね、そんなに。あ、まあメタドラは行きましょう。ゾンビは倒した、処理完了。ただここからゴレがマジで重いんですよ。来たわこれ。バルーン珍しい。ポックル置かないです。吹き飛ぶ可能性があるんで。メタドラ前行かないかそれ。前行ってくれたら神やったんだけどな。吹き飛ばして見逃かな。オッケー。でこれをやりたいんですよ。できればとか言うかやりたいんですよ。ナイス、美しい、でかいよ。頑張って、美しい。あ、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、頑張り続けてほしい。でかすぎ。で相手もポックル引いてる。ポックル刺さってなかったんですね相手。ただここで、じゃあ自分のポックルも刺さってねえな。刺さってるわ。まああとはこれが届くかどうかって話なんですけど、届かないかな。どうだろう。流せ流せ。とりあえずこっちがやることは流すべき、こっちは流すべきキャラを。取れても取れないと思うんで、ひたすら流しまくって見逃しのスキルで剣士が飛んで OK 入れば何でもいい。よしよし、とりあえず点差勝利。これバルーンでしたね。珍しすぎ。今の環境でバルーンってすごいな。バルガが強すぎてバルーン死んでるイメージなんですけど。さてお相手バサカ、これもしかしたらナチさんじゃないかってなると、バサカバルガっすね。嫌だな。ここまで上がってる時に当たりたい相手ではないですね。フランケン育ったかどうか知らない。でもバルガ最近育ってたからバサカバルガだと思う。普通にキャラ強いし、マルシの時と同じ名前やった。とりあえず足で、かなりゴリゴリ攻めてくるんで、それ対応できる手札を引けないと詰むと思うんですよ。これでいきましょうか。うん、ナチさんっすね。寄るよね多分ね。で寄ってもらうのは全然いいんだけど、こっから取れるかどうか大事。で投げて、ちょっとキャラ使いすぎですけど、これでキャラ使わないと逆にやられちゃうんで。あ、違う、裏メタドラだった。とりあえずここはやった。
ピードなんでこっちの方が有利。ただ、さすがに狩られるかな。いや、いい感じだな、悪くないな、流れは。踏め投げて早く。来ると思った、絶対に。で、コングがいなくなったんですけど、今今回手札にロックマンとレムがいるんで、ロックマンとレムで頑張りたいんですよ。そうっすよね、来ますよね、そりゃそれは来ますよね。でここもカートできるはず多分。えらい、素晴らしい。ちょっとそれが痛いけど強いな、レム勝ちましたね、完勝だこれ。今いくつ持ってんだろう、結構持ってると嬉しいですけど。メタドラだったな裏。受けたくないんだよな夏さんのは、持ってても相性悪いですよ、あんまり勝率強くないですよ夏さんに対して。五分か四分ぐらい。あ、持ってる。でも行くしかないじゃんこれ。これ干渉したら行くよ。あ、でも1780じゃなかったっけ、あれ80だったっけ。あ、行ってないっけ。そんな、あ違う、70だよね。これ干渉したら14でしょ、1800行こう。これ干渉したら、待って、なんでまたこの干渉さ1800ストッパーでまた夏さんがいんの、おかしいじゃん。勝てばでかい。勝てばね。ね、メタドラなの分かってるんですけど、壁っていう壁がいないな。抑えられるかちょっと不安になる。でも足プラスカニがいるんで、これでメタドラを止めれたら全然なくはないかなって感じですかね。慌てないようにしよう。干渉したらワンチャン1800いくけど、ここで慌てると悪い方向に行く。普通になんか負けたりするから、やりすぎて。そんなにゴリゴリ行く必要がないところでゴリゴリ行きすぎて負けたりとか全然すると思うんで、バル早いな。バルかしたら、バルはここ抑えてウィッチね。オッケーオッケー。さあここからどうなるかですね。危ね、ラストカーニー下来い、下。あ、いいねいいね、そこ当たってくれるんだ、でかいわ普通に。でこれでバリやれるでしょ、下ワンパンだけど。で上もキャラいるでしょ、どうこれ。まだカニとかいるけど、でかいでかいでかい、勝てるぞこれ、全然ワンチャン勝てるぞこれ。取られた、それは良くない。ゴリロゴリロ、いいぞいいぞいいぞ、いけるぞこれ、マジか、いけるぞワンちゃん、頼む、行ってくれ、干渉で1800届いてくれ、頼む、干渉は行くんだよ、1800届いてむせるわお願いします、1800行ってほしい。14取れれば多分いけるはず、13だったら分かんない、覚えてない、強火を14取れればいけるはず、頼む頼む、行ったんじゃないのこれ、1800行ったんじゃないこれ、行ってるよね多分ね。え、違うっけ、俺の気のせい。ました、1800ついにやりました、達成した、達成した、やっと、めっちゃ嬉しい、やっと達成した、やっと達成した。これで超上級者の仲間入りでいいですかね。でもまあ最強のランクにジンさんっていう1900プレイヤーがいるんですけど、1800いったら超上級者でしょね。
やったー、勝ったー、夏さん相性悪いのに勝ったー、よかったー、1800いったー。というわけで長々とね、1800チャレンジ皆さんご視聴ありがとうございました。キャラ強ピンも結構上がったんじゃないの、なんだかんだでキャラ強ピンも頑張ってますね。 あの頑張ってメタドラも1位狙いたいと思いますけど、はい、行きました、ありがとうございます。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんね、ぜひチャンネル登録の方、そして高評価の方よろしくお願いします。そして、またぜひよかったらご視聴ください。それではお疲れ様です。